黒の三月を貸して差し上げたらいかがです？なりません！黒の三月はザハードの姫だけが持つことを許される。ユリ様！貸してあげる。あんた可愛い顔してるから。ユリ様！あんた塔に登りたいんじゃないの？まさか本当にお貸しになるとあんたはまず自分の命を守ることだけを考えなさい。はい。私が退屈嫌いって知ってるでしょ。それだけ。バカ！何言ってるの！これ以上手助けすれば失格となります。どけ、ヘド。随分な口の利き方ですね。あれが正解なんです。ならば逃げずに立ち向かい、口の中に飛び込むしかない。死の恐怖に打ち勝つこと、それがこのテストの答えです。答えを知ってたならなんで教えてあげないのよ。普通はそんなバカな行動はできない。恐怖に立ち向かえる何かがあの少年にはあった。どうなってるの？なんでボールが割れないのよ。黒の三月に喋りかけろ。力を貸してくれって。お願い、力を貸して。少年、塔を登る力を貸せというのだな。塔なんてどうでもいい。つまんない男ね。けど私がいくら念じても指導しなかったのって、あいつがただの男好きだったから。その通り。神の水は塔の力の源。神の水の力に屈せず、この壁を通れたチームはテスト合格。塔を登るために最も必要なもの、それは運です。あの程度の濃度の神の水ならば、ワニは軽く通れるだろう。僕なぜか跳ね飛ばされなくて。いえ、あなたは合格です。え？手違いかもしれないですが、それもまた運です。怪物が来たな。いる。なんで俺らを助けてくれるかわからないが、今はっきりした。俺たちの勝ちだ。死ぬ前にその仮面外して顔面ぐちゃぐちゃにしてあげる。やる。やめろ。そっけど僕が守らなきゃ。神の水なのか。ああ、暴走しちゃって。明日は再会を喜びなさい。眠りなさい。牛を彼のもとに送っておきました。ライエル、大丈夫？やる。この試験潰す。それはなりません。手を出したらヨルさんは失格です。
絶対大丈夫。夜は必ずやる男だ。面白いじゃない。